ょっと肉まん食べたいから行ってこよう。角煮が好きだから角煮まんがいいです。はい、よろしく。角煮まん、角煮好き。私はカニかフカヒレか角煮だったらやっぱ豚が一番いいかな。690円の開始です。暑いですよ。はい、おー、美味しそう。ありがとうございました。イエーイ、暑い、暑い、本当に暑い。いただきます。やっぱりね、中華街つったら肉まんでしょ。こんな感じ。中華街は実は地元横浜なんだけど、なかなか暇に来なかったりするから、肉まんが食べれるのはすごく嬉しいです。食べ物には目がない。何が好きかな、みんな。ガッツリ食ってます。カニもいいね、最高。グッズが、わ、ちょっとチャイナドレスじゃないですか。着てみたいな、一回は。まだ着たことがないんだけど、こんな風になるかな。ちょっと足りなくない、私が。長い。実は刀削麺食べるの初めてかも。どんなのなんだろう。知らなかった。ジュージューしてるよ。え、こんなに飛ぶんだ、刀削麺って。削ってサーって飛んでるけど、今は何だろうね。ちょっと食べましょう。OK、 食べましょう。注文していいのかな。どんなのがあるか。やっぱり刀削麺って看板出てたので、何がいいかな。そこ優柔不断だから、こういうの悩んじゃうタイプ。じゃあ、何にしますか。
そう。美味しいよ。